CTR はドイツのルフオートモービルがポルシェ911をベースに開発したスポーツカーである。CTR はグループシーターボルーフの意。通称イエローバードと呼ばれるが、これはアメリカの自動車情報誌であるロードトラック誌が取材をした時、曇り空と黄色いボディカラーのプロトタイプがあまりに対照的だったことからそう呼んだのがきっかけ。またこの後この黄色は ルーフイエローと呼ばれるようになった。九930型ポルシェ911カレラをベースに、車体、車輪、エンジンが徹底的に改良され、九百八十七年に発表された。九百八十七年四月十二日、ロードトラック市が市販車最速を決める企画で、フェラーリ二百八十八 g t o AMG メルセデス s e c 六点零四ボルト ランボルギーニカウンタック、ポルシェ959など、各メーカー自慢の高性能車が、フォルクスワーゲンのテストコースであるエーラレシエンに、集められテストされた。その際に、当時フェラーリカイ40が持っていた、時速 323km の記録を塗り替える、時速 339.6km を記録し、ルフの名を世界に広く知らしめた。しかもこの時他の車両が、キャリアカーで搬入。 搬出されたのに対し、CTR はナンバー付きのままサーキットまで自走してきて、最高速テスト終了後に自走して帰ったという。さらに翌年、トランスミッションを6速とした後期型が、イタリアのナルドサーキットで最高速度時速 342km を記録して記録を更新した。またニュルブルクリンク北コースで何度かラップレコードを出した。 CTR を入手する方法は2種類あった。一つはルーフがポルシェから購入したシャシーで製作したコンプリートカーを購入する方法で、これは22万3000ドルにて世界30台限定で販売された。日本にも全部で11台が正規輸入され5600万円で販売された。もう一つは専用キットを組み込む方法で、こちらも広く行われた。 コンプリートカーは、車台番号が W09 から始まっていることで、区別できる。これらの他に、プロトタイプが2台ある。エンジンは、ベースの911に搭載されていた、空冷水平対向6気筒サイチェシーのシリンダー幅を拡張し、ボアファイ 98.0mm ストローク 74.4mm で 3367cc へと排気量を上げた。さらに、 ボッシュ製のインジェクションと分割式インタークーラーが付いたツインターボを装備。最大出力は高百 469PS5950rpm、最大トルク 57.0kgm5100rpm だが、ルフの発表する数値は最悪の条件下での保証値のようで実際には 510PS を超えている。エアグリーナーは 鮮やかな黄色に塗られている。排気系は、加工性は非常に悪いが、日常的に安定して使用できることから、当時ポルシェ962でも使用されていたインコネルで作成された。大出力を確実に伝えるため、新たな5速 MT を開発し装備した。さらに後期型は6速 MT を装備している。ダッシュボードはトリムされたアルカンターラ。ステアリングは、 センターパッドにルフメイ入りの専用品。フロントシートはラグジュアリー仕様の場合でカロセー電動。ライトウェイト仕様ではフルバケット。リアシートは撤去されて荷物置き場になっている。ボディパネルはアルミニウムに変更。バンパーはグラスファイバー製に変更。ロールケージが追加されている。特別な空力パーツを持たないために、外観は一見普通のポルシェ911と余り。 変わらないように見えるが、例えばヘッドライトを少しでも傾斜させるためレンズを薄いものに交換し、ミラーを小型の特別性に変更するなど、非常にきめ細かい変更がなされている。タイヤはダンロップ製でサイズはフロント215、45VR17、リア255、40VR17。ブレーキシステムはブレンボ製。全般的に ディーラーが存在しない地域でトラブルがあった場合にも普通の整備工場で一般的なメンテナンスができるよう配慮されている。ありがとうございます。